中学校で学習する最初の単元、正の数、負の数について学びましょう。今回の目標は、数の範囲を広げようです。小学校で学習したのは、整数、分数、小数でした。そして、そのどれもが0より大きな数だったと思います。中学校では新しく、0より小さな数について学びます。0より小さな数は身の回りにたくさん溢れています。皆さんも見たり聞いたりしたことがあるでしょう。例えば温度。目盛りを読むと、この温度は20度です。これは0度より20度高いことを表しています。では、この温度は？答えはマイナス5度です。これは0度より5度低いことを表しています。そして、このマイナス5のような0より小さな数のことを中学校では負の数と言います。負の数はマイナスと呼ばれる符号をつけて表します。この符号を負の符号と言います。負の数に対し、小学校ですでに学習している20のような0より大きな数のことを正の数と言います。正の数は今まで通り数字のみで表すこともできますが、プラスと呼ばれる符号をつけて表すこともできます。これを正の符号と言います。では、これらの数字の中で負の数はどれか選んでみましょう。答えはこの3つです。では、残りの数字はすべて正の数なのでしょうか。少し考えてみましょう。答えは違います。正の数はこの3つ。では、残った0とはどんな数なのか、整数に焦点を当てて見てみましょう。0より小さい、マイナス1、マイナス2、マイナス3のような整数を負の整数と言い、0より大きい数を正の整数と言います。正の整数には別名があり、自然数とも呼ばれます。そして0は0より小さくも大きくもありません。つまり、正の数でも負の数でもない数となります。整数はこの3つに分類できることを知っておいてください。今回はここまでです。新しく出てきた名前が多いので、何度も確認して押さえておきましょう。